皆さんこんにちは、ヒカルです。さあ今日はですね、稚内で YouTuber やってるっていう方ね、お二方、結構前に話したかと思うんですけどね、その方たちと、一緒になんかこうね、食事でも取りながらいろいろ話しようじゃないかってことでお呼ばれ、しに行きます。もう荷物とかね全部詰め込んで、あとねスーパーでいろいろと買い出して、まあ、これからねちょっととある現地の方に向かって、皆さんとねなんか楽しいひととき過ごせたらいいかなと思っています。それじゃあ現地までパッと飛んでいきましょう。ああ、今ちょ撮ってますけど。はい。こういう風にやってるから、なんか、初めて。そうだ、初めて会ったはずなんですけど、もうね、結構ね、動画で見ているんで、そうですよね。僕もね、これ2回目なんですよ。あ、そうなんですか。はい。箱館の方でね、やってたんで、いやちょっと今、ね、これで動画撮ってます。はい。じゃあ、自己紹介から。はい。じゃあ、こてつのしみチャンネルのこてつです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、はい、僕ですか。はい。僕はですね、稚内で、まあ、デジタルガジェットですとかね、撮影機材とかをやっている、ノースランドチャンネルのヒカルです。よろしくお願いします。はい、僕は日本の宗谷岬、西北端で YouTube 活動している猫スナッフィーといいます。本業の方は漁師やってます。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、バーベキューでもしながら。いや、本当 ね、お誘いいただいて本当にありがとうございます。こんな新参者の私を初めましていただいてます、まあね、初めましてのはずなんですけど、実際皆さんこう動画見てるんで、初めて会った感じがしないんですよね。ついに3人目ですよ。お二方はね、事前前に僕も動画見させてもらったんですけど、ね、コラボ動画やって、今回僕が真ん中に移転できてしまったんですけど。小鉄さんはまあ3、4、もっとか、かれこれ5回ぐらいは9ミリ拳銃やって、カレーやって、で、次、ミニミやって、やって、何回目だろうね。5、6回が、やってるよね。そうそう。ね、今回は次に3人目ってことで。3人目。はい、そうですね。今日はね、いろいろバーベキュー、していきましょうか。はい、カメラには見切れてますけどね、この横の方にね、いろいろと置いてますんでね。いっぱいですね。そうですね。じゃあ、食べていきますか。はい。ね、じゃあ、ここから、はい、テーマで、テーマで、はい、3テーマで今回撮っていくんですけど、まあ、僕の方の、まあ、テーマで1つと、はい、あとは、まあ、ヒカルさんの方で1つと、こてつさんの方で1つということで、テーマごとで、YouTube 撮っていきますんで。なんとか映ってますね。サンニュース。じゃあ、僕の方の、ね、じゃあ最後なんですけども、はい、じゃあ僕の方が皆さんから質問なんですが、YouTube を始めたきっかけって何ですか？ YouTube を始めたきっかけ、そうです、まあ、まあ僕は結構趣味で海外に、まあ、行くんですけど、はい、海外だったら、はい、
まあ、それで旅の記録を残したいっていうのと、 あとは自分の漁業でタコを取ってるので、それをまあ PR して、うん、まあ、外国人の方はタコ食べない方もいる。あ、そうですね、国も食べないですからね、はい、ただ食べないんで、うん、まあ、そういうインタビューとかして、はい、どうやったら食べるかなみたいな、うん、聞いて広めるっていうのですね。自分はあの最初モデルガンっていう趣味をしようと思ったんですけど、はいはい、難しいんですよ。あのほんのちょっとの調整の差で、うん、不発とか暴発とかっていうのがあって難しくて自分分かんないから、うん、動画とりあえず出して やればその上手い人がね反応してくれると思って、あ、その人を師匠にしてしまおうと思ってじゃあとりあえず動画出しちゃおうかなっていうノリでやったんですよ。なるほど。今じゃもうすっかりこういっぱいたくさんね視聴が出てきて視聴者の方がね、そうですね、はい、うん、じゃあ次の質問なんですが、あれですかね、どんな環境で皆さんこれ動画撮ってますか。環境、はい、大体あ僕は一人で撮って、はい、ウェアラブルとか釣りはウェアラブル使うんですよ、うん、で固定は iPhone 使って、うん、でたまに、まあ、自分の友達とか、まあそういう人に撮ってもらったりとか、うん、カメラ前でやってもらったりしたりとかって。これ自分はもうスマホ2つだけで、あとはもうあの基本知人にも YouTube のことは知らせてないんで、もう完全にあの秘密の趣味なんで、もう普通はあの部屋にこもってこそいこピッとボーッとこんにちはみたいな感じでやってるだけで。まあ、そうですね。で次の質問なんですが、まあ、動画を作る上でこれは気をつけてますっていうことがあります。僕結構グルメとかやってるんで、うん、店内で BGM とか流ってるとそこでもないです、ね、あ、はい、これはちょっとダメだなみたいなカット、うん、ボイスっていうかボリュームゼロして、うん、後で自分で編集して入れます、うん、そうですか。まあ自分もそういうのっていうか、まあね、そういうなんて言うんだろう、著作権とかっていうのがあるから、やっぱそういう、うん、ね、BGM も気をつけるし、まあ一応ねコンプライアンス、うん、結構厳しいというかね、難しい界隈なんで、まあ、そうですね、モデルガンはモデルガンエアガン関係はねどうしても厳しいですよね。厳しいんで、はい、うん、じゃあお次なんですが、登録者1000人までどんな感じでした？最初始めた頃、最初の100人までは本当は知り合いですね、僕は。あ、地元の友達、うん、地元の、まあ、知り合いの人とか広めて、うん、でそこから100人からはなかなか伸びなくて、名刺自分で作って、まあ、行ったお店の人に名刺配って営業活動すごいっすね。イベントに行くとか、うん、大きいイベントに参加して撮影するとか。どうした？自分はもうチャンネル作ってから1年ぐらいサボったんですよ、自分で、どうしたんですか？そう、動画2本ぐらい出してサボって、そこからまた復活して、うんうんうん、でも、まあ基本他の YouTube のチャンネルに行って、うん、まあ、軽く売名みたいなことをして、まあ増やしつつコメント書いてね、そうって感じですね。長かったですね、ほんと。最初のうちは手応えがないですよね。ないですね、まあ、全くないですね。これ皆さんほとんどいろんな方で僕聞くんですけど、大体100人くらいになるまでは、まあ、あの再生されて1桁とか、うんうん、コメントなんかそもそもないとか、うんうん、やっぱじゃあ皆さんそこ変わらないんですね。そうですね、本当一番最初は本当そんな感じですね、うん、もう本当友達しか見てくれないみたいな、下手すら友達すら見てくれないみたいな普通に家族で妹とか母さんとかそんな感じですあと同級生とか、うん、それでは次ラストの質問で、はいはい、今後自分のチャンネルをどんな風にしていきたいですか？もうやっぱりクオリティをもっと上げて、はい、ちょっとプロっぽく撮りたい。まあそれは映像クオリティも、映像クオリティもそうですし、トークとか面でもやっぱりまだなんつうんだろうな、改善はしてるけどやっぱりプロではないから、うん、もっとプロっぽいような感じにしつつ、やっぱ応援してくれるもらえるような、うん、そんな YouTube をやらせてます。自分はやっぱり今いてくれるその視聴者さんをやっぱ大事にしたいですよね、はい、コメントはもう絶対返すし、はい、あとツイッターでもね、フォロワーさんいっぱいいるんで、まあ、全部、ね、返すし、やっぱそういうところ大事にしたいですね、うん、自分はやっぱり
コメントくれる人ってやっぱ嬉しいじゃないですか。まあ嬉しいですね、はい。だからやっぱり、まあ勝率よりは、まあコメントとかそっちの方を重視していきたいですね。じゃあ最後また私事になりますけども、今この段階で今登録者数が、ね、今990人になりまして、はい、残り、ね、10人でまあいよいよ1000人ということですね。まず僕が目指すところはまあ1000人に行って、あれですかね、収益化のあれを受けまして、でまあ、それをそういったものを使って、まあ、この自分のチャンネルを、ね、よりいい映像ですね、よりいい音声と、まあ、あとできればあそうです、ね、北海道以外のところとかに、ね、取材とかに行って、まあ、いろんな映像をどんどん撮っていきたいかななんていうふうに、考えております。皆さんね、本当結構ね、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。というわけでね、僕の動画の方は、ね、以上になります。ですね、あとこのお二方の、ね、チャンネルの方にも動画のリンクで貼っておきますので、ぜひ、ね、そちらの方でも、チェックしてみてください。お願いします。それじゃあまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。ちょっと微妙に最後ね、しまんない感じになっちゃいましたけど。ああ、そうですね。